まず日にちですね。9月16、17、18、19、20。土曜日、日曜日、月曜日、火曜日、水曜日。はい。1、2、3、4、5、5日分頑張ってリストを作ります。朝ごはんは、長くこれを続けるために簡単にしています。ご飯かな、飯かな、それぐらいで気にしましょう。これが長く続くことです。それから家族の予定をここに書いていきますね。例えば、祝日ですよとか、長男が帰ってくるよとかね。はい。ではではメニューに入っていきます。例えば、この日始めていきたいと思います。海苔の照り焼き。なのでお魚はぶりです。こちら。きゅうりとわかめ。